こんにちは、トリカラチャンネルです。今回も、ペサ昆虫の動画です。まあ昆虫といっても、ゴキブリなんですけどね。ゴキブリです、ゴキブリです、ゴキブリです。こちらは、トルキスタンゴキブリ。通称、レッドローチ。壁登りの苦手な、ゴキブリです。枯葉の上は、なんとか歩けますが、プラケースとか、ガラス面の壁は、全く登れません。壁登りができないゴキブリ。だからこそ、餌昆虫に適してますね。実際、レッドローチの様子を観察していますと、枯葉の上の歩行ですら、若干不安定です。葉っぱの上でも、足を滑らせちゃってます。脱走防止の対策が、とても楽な上に、コオロギみたいに鳴いたりもせず、繁殖も容易。見た目が思いっきり G ですが、すぐに慣れます。さらに、家 G に遭遇した時に、多分、驚かなくなります。冷静に対処できるようになるよね。これ本当です。レッドローチを餌用に繁殖させているのですが、繁殖効率は考えてません。観賞用としても飼育していますので、枯葉をこまめに交換して、清潔を保っています。臭くなりやすいから、こまめな手入れが重要ですね。レッドローチは、野菜くずも喜んで食べてくれます。ミルワームやルビアと、同じもの食べてます。飼育の方法も、似たような感じですね。そう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 ね。